パラパンパンパラパンパンパラパンパンパラパラパラパンパンパラパンパンパラパンパンパラパラパラパンパンパラパンパンパラパンパンパラパラパラパンパンパンパラパラパンパンパラパンパラパン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 パンパンパンパラパンパラパン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 パラパンパン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 パンパラパンパンパンパラパン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 パラここら辺がちょっとよくわからないな。そもそもそんなシングル出してなくない？さあ、待望の割丸新曲がやっと来たね。待ってたよ、1ヶ月前からすっげー言われてたもん。すっげーコメントから割丸新曲出すから、あ、いきなり来てきた。激しいね。さあ、今回は殿下の宝刀ワニマブレンチを炸裂するのか。あー、来たね、ワニマブレンチ。なんかなんとなく過ごしちゃったね、今ね。何にも面白くなかったね、今。ワニマはね、毎回こう、転調はない。ほとんど転調がない。なんか今、微妙にブレンチしたっぽいな。ちょっと早くない、今回転調。あそこワニマブレイク、やっぱ来るよね、ワニマブレイク。さあ、必死になってますね。あ、なんか言い忘れたけど、髪の毛の色が変わってるんだけど、あんまり気にしないでください。今回だいぶ激しいだするよね。なんかこれ裏でギター入ってるな。でもやっぱここまでね、ギターグラウンドするとね、聞き取れないね。あ、なんかリズムちょっと変わってるとこ。しっかりとここ2-5してんだよな。うわ、やっぱワニマブフェイクは無理だ。なんでだ、この前までワニマブで結構いけたじゃん。今のは無理、絶対今のは無理でしょ。いや、今回きついな。ワニマルシングル系ってこんな感じなんだな。あんまり今までないよね。ワニマルシングル系を今まであんまりやったことないからかな。ちょっと、あ、そういう終わり方すんのね。はい、すいません、映像を撮り忘れてしまったんです。なんでまあちょっと背景は黒いんですけど、このままちょっと曲の感想ですね、行ってみたいと思います。新曲を弾いてみたんですけれど、あんまり今までにない感じの曲だったのかな、ワニマの中で。でシングル系の曲ってでもこういうテンポの感じとかリズムの感じとか、多分なんか共にとかもそうだったと思うんだけど、速いテンポの曲はすごい多かった気がする。でこれに関しては、まあ、コード自体はそんなに難しくないから終えるは終えるんだけど、今回はコード数が多かったかな、出てくるコード数が。なのでちょっと難しかったっていうのと、ワニマブレイクがなんかちょっと短くなってたよね、感覚が。これはねちょっと難しかった。やろうにもやれなかったね。ちょっと悔しいな今回。前回が 70% ぐらいの確率でワニマブレイク成功してたんだけど、今回は結構ミスってた気がするな。まあ新曲は強いということですね。ワニマの新曲をやっていましたが、いかがでしたでしょうか。はい、今回もご視聴ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。僕にリクエストや質問がある方はコメント欄からお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。